んざりしてねえ、ちゃんと姿勢正してください。何やねん。お、えあ、ピシッ。ネキリツ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 。ダン。ネキリツ。出と。普段ね、コンビニに行ってますよ、僕ら。僕思ったんです。普段、最寄りのコンビニ行って、セブンイレブンね、帰ってきて、何買いましたとか言って、うん、で、これ YouTube です。何がな。遅いって。早く言ってくれな。言ってたよ、ずっと。2回目から。俺、2回目から言って。こんなんで YouTube 撮りましたみたいな顔すんの、やめようや。って言ってるよ。って言ってや。言ってたよ、かねてから。そうやったら早く言って。無視すんなって。お前やろ。喋れよ、お前。どう見えてるの、今。直立で立ってないと立ってんな立ってんとさお前直立で黙って立ってんとさお前喋れやなんか死んでて今回の編集別撮りちゃうなんで俺インサート直立のインサート撮ってもらっていつもねもう最寄りセブン行って帰ってくるでしょ、うん、そう全然違うそれなんかもうなんか頭なんか枕言葉足してさ知らんからお前がなちゃんと頑張ってもらいますあなたたち二人にも今回の企画ローソンコンビニ一緒やねん普段は最寄りのセブン行ってますローソン行こうなんでやねんローソン行くんローソン行きましょうローソンねってローソンどこそう今気づいた脳のどこ探してもローソンないっしょ近くに魂にはないローソン記憶にございませんローソンが見つけ出すっていうねローソンあでもいいローソン1個わかるでえ決まりやん。歩いてどんぐらい15分ぐらい。おお全然嫌やん。全然嫌やん。ちなみにもうローソンまで道中とかも取りませんよ、余裕で。最悪。そうなん。取りません、余裕で。ローソン行くのかなだから僕さっきからここちょっと長めにやってるでしょそれでか。そういうことやったんかい。長めしゃべって。バッて切り替わったらもうローソン行ってきた方がいい。動画のクオリティとかどうでもいいですよ。なんて言うの?2人と頑張りたい俺は。頑張るって成果を上げるときのことだから。あまり見せるのダサいもんな。影の努力がかっこいいじゃん。あ、これ。どうしたん来た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 乗っかってきたぜ。乗ってきたぜじゃなくて。乗っかってきたぜ。乗っかってきたぜ。乗っかってきたぜ。もうこれ言ってもうバーンってなったらもう次はもう。もう強い。意味な普段みたいに買うもののコンセプトも今ない確かにただローソンで買うだけみんなもびっくりしてると思うびっくりすると思うけど、うん、こっから早いよこのところマジでもうバーでだいぶ進んでる今だいぶ楽しんでるやばい正直じゃあお願いしていいですか、ローソンコンビニ時間だけ確認しとこう、3時2分もうやめろおかしい次映って何時になってるかや皆さんの当ててください当ててください今のうちに、ねはい、シンキングタイムももう別にないですそんなパッて変わるんではい、はい、いってらっしゃー間ゼロってことね今もう一回も撮ってないからなしゃ俺らのここにあるからダメだよ結構笑ったなうわ結構笑ったけどな途中にセブンあったの面白かった結果発表おお、3時36分36分およそねそうですね30分経ったか長とかもないななんかその絶妙な時間やな30分か確かにそのなんかもっとさこれで4時とかね、うん、4時半とか見てる人も絶妙にああそんなグラフで一番損してるとこにあるよね一番意味歩いたけどねギリしんどくてギリおもんないまあ行こうかじゃあ俺チャゲウチからお願いしチャゲウチウロン茶ウロン茶2分の1野菜カリーおお担々味のハウスバルサミ色全部一緒だもんそうなの異常に多くないローソンやこの世の、確かにローソンオリジナルのやつこの商品半分ぐらい半分ぐらいこれだったないいなローソンあとの半分はあの無印良品同じ色の商品社長が好きやこの色この色好きすぎて無印置いてんかなそうこれ同じ色だね、うん、おポテロングなんかローソンっぽいなじゃあるやろセブンじゃあるねもう関係ないやローソンバーン関係ないバーン何これ何
これ五等分の花嫁のアクリルスタンド。なんでやねん。ありました。じゃなくて、まあ別にな、ローソン公務にするだけでローソンにしかないもの買いとか言われてないもんな。お前もそうなんかね。じゃあホットドッグ。プリントでかっ。でかいな。あと透明にしたらいいのに。なんかどんどんもったいねー。あー、こんなやつか。竹ハラミ。いいね。いいおにぎり。これまたプリント。これまたプリントやね。丸見え。うわ。すごいね、やっぱり。すごいね。こんな見たことない、でかいイチゴミルク。いやでもなんかそんなのセブンにあるけどな。誰がやってんの。すいません。いやでもそう、ウーロン茶とかもあるけどな、セブンに。いや、プライベートブランドやろね。すいません。早っ。すいませんと一緒に言ってなかった。でもさ、チョコビのシール。やっぱ買いたくなっちゃうよな。でも正直ローソンなんかこんなんが充実してたよな。わかる。俺も本当は、なんやねんとか言ってたけど、一番くじ引こうとしてた。じゃあ食べるか。いや、この、これアフロ NG 価格。アフロだけ映ってないんだけど。アフロ NG 価格やん。センシティブアフロ。誰がやねん。なんかローソンの思い出とかあるね。あんのかよ、今。でも俺さ、バイトで恵比寿の駐車場でバイトしてるとき、高級住宅の下にあるローソン行ったら、来るお客さんが多分全員治安いいから、店員さんも全員すごい対応が良かった。やっぱ客層がいいと店員の機嫌もいいな。逆にさ、大阪の時に、難波のローソンでバイトしとってんけど、もう客層が多分終わってんねんか。店長がもう目ギンギンでさずって。外国人も結構来んねんけど、そのお酒とか持ってきたらさ、ピッてやったら、この二十歳以上はここをタッチしてくださいって出るやんか、で外国人やから分からんやん、読まれへんから。でも店長ギンギンやから、お願いしますって言って、うわ、全然タッチで分からへんやんってなってて、お願いします、お願いしますって3回言ったら、もうはい、ダメですって言って、酒バンって、それがピッてやって、外国人がやばっ、なんで、なんで変わらへんかったってストレス発散に使われてるやん。そう、それを見て俺は早くここやめようって思って出るんすね。おのよ、強制出るんすね。皆さんもね、普段行く場所とかね、思い切って別の場所にチャレンジしてみたりしたら、景色が変わって楽しいかもしれませんね。僕たちはあんまり楽しくなかったです。そんなこと言うな。楽しくはあったけど、確か道中がやっぱ一番楽しかったね。じゃあ取れよ。じゃあ絶対取れよ。今回のローソンコンビニ、ナンソン、ローソン、はい、やローソンって言ったようにも聞こえたな。さっきのでここが、ここでどうぞ。あ、出るんすね。おのよ、強制出るんすね。さっきのやつを持ってきてください。練習で。オッケー、バイバイ。